ドスクープルポン。はい、どうも、チャーボくんゲームでございます。今回もね、ゆるアプリ2018動画の方をやっていきたいと思います。ということでですね、今回ですね、チャンピオンズリーグのこのイベント、これがですね、今後かなり左右していくんじゃないかなというお話、プラスね、ガチャの方も、チャンピオンズリーグにちなんでガチャもね、後でボックスドロー引いていきたいと思います。まずはですね、このイベントあるんですけど、一応自分もね、結構進めて、はい、ツアーポイント2万8000枚貯めましたね。一応簡単に見ていって、でなおかつこれがなんでね、今後左右するかも、説明していきたいと思います。何が今まで違うかというと、一応スペシャルトレーナーと GP はね、一緒なんですけど、レベルアップ上限トレーナーもここ一緒で、ここもね、レベルアップ上限トレーナーだったんですよね。結構前回までのイベント、ツアーイベントは、ただね、これがスペシャルエージェントシルバープラス ×1 になったんですよね。なので銀以上確定ガチャが絶対的に手に入ると。はい、でこれまた進んでいくと GP トレーナー、レベル上限アップトレーナー1万で、そしてガンガンいって3万ツアーポイントでゴールドガチャプラス1と。これね、まあ、なかなか久々ですよ。これガチャが、このツアーイベントにガチャ報酬が含まれたのってだいぶ結構前なんですよね。チャンピオンズリーグ自体もね、あのベスト8とかベスト4とかなってくるにつれて、もしかしたらずっと僕ね、これ言ってるんですけど、黒玉確定ガチャ券が昔ね、ツアーイベントであって、いつ来るんだってね、ずっと言ってたんですけど、もしかすると今後出てくるんじゃないかなという、そのちょっと予兆というかね。でレベル上限アップトレーナーもね、最後の方では3枚もらえますし、かなりね、あのイベントの報酬がでかくなったんじゃないかなというお話ですね。黒玉確定ガチャが、今後出てくる可能性も存分に出てきましたし、そしてレベル上限アップトレーナーももらえて、スペシャルトレーナーも GB ももらえるというね、コナミさんついにね、いいイベントになってくるんじゃないですか今後。あくまで期待の部分も込めて言ってるんですけど、今後になんかこうつながるイベントというか、いい匂いがする、ちょっと黒玉確定ガチャとかの匂いがします。これをちょっとお話ししたかったですね。まあ、ガチャが含まれてきたことによる、今後の黒玉確定がね、まあ、ずっとこれ言ってるんでね、昔からツアーイベントで黒玉まだかなみたいな、ついにガチャ券が登場したという。チャンピオンズリーグもね、何回か引いていきたいと思います。はい、まあ、このガチャね、昨日も簡単に、まあ、これ一応他の動画でも有能選手説明してるんですけど、黒玉の金でもね、やっぱ強い選手たくさんいるんでね、まあ、コインある方だったり、ちょっと補強狙いたいなっていう方ね、金が本当にたくさんいるんでね、まあ、僕前回銀めっちゃ出してますけど、有能ガチャなんじゃないかなと思います。シャー、金きたーということで、おっとダビンソン・サンチェス、ダビンソン来ましたね、ノースイーストロンドンということで、さあさあさあ、おお結構強くね、でもボディバスター、ああスピードもあるし、育てていけば悪くないかなと。はいはい、ヘッダーで、身長いくら、身長180、ああ高っ、強ない強いね、いきなり初っ端から強い。さあということで、昨日ね、確かドーグラスコスタだったっけな、出たのかな、黒玉で。ただね、まあ、雷とかもね、全然、おーっと、また銀。そうっすよね、簡単には来ないんですよね。武蔵底。ノースイーストロンドンということで。まあ、ただ俺はね、もう正直このイベントがね、なんか今後進化していくんじゃないかなということで、そこが嬉しいですね。はい、ということで、もう何回か引いていきたいと思います。OK!よし、金。これ、ムバッペ狙って、でかいんじゃない？ムバッペ取ったら。あー、フェルナンジーニョね。マジでこれ、昔のあの、ブラジルのレジェンド、ロナウドにも見えないこともないからね。似てるというか、風貌が。しかも、ブラジルだしね。出身。フェルナンジーニョね、前作もちょっと能力高かったかな、確か。今作ちょっと下がっちゃってる。まあ、貴重なね、ハードプレス持ちなんでね、そこは非常に強いかなと思います。ディフェンスラインで頑張ってくれると。さあということで、まあ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 、お雷来た、これネイマーネイマー
びっくりだよ、いきなり。はい、ということで、まあ、ネイマール持ってるんですけど、まあ、上限解放選手、まあ、ネイマール本当にあの今作、まあ、これずっと言ってるんですけど、ネイマールはマジでドリブルだったら本当にトップクラスというか、あの固有のダブルタッチがあるんでね。いやー、パリ・サンジェルマン、そうですね、もうバルサからちょっと前に移籍してパリ・サン行ってね、あの今度はチャンピオンズリーグでレアル対パリ・サンで、まあ、ネイマール出ると思って非常に楽しいですね。いやー、雷来ましたね。強いよな、ネイマール。結構ネイマールは本当に狙ってる方もたくさんいると思いますね。マジで、まあ今後ももっと能力上がっていくかなっていう選手ですし、びっくりしたね。まあ、チャンピオンズリーグ初雷がネイマールということで、来ましたね。単発5回目かな ?4 回目かな、多分。一応5000コインぐらいから始めたんで、4回目か、今回。いや、来たね。まあ、上限解放していきたいと思いますね、ネイマールね。結構、まあ、一番最初に僕が当てた黒玉はネイマールなんでね。あの、ウィリアプリで。来たね、雷。びっくりした、今あの音鳴った瞬間こう心臓がドキッてなるからね。ただ297選手がいて、17選手のところでネイマールゲットできたって。しかもあの18番ネイマールはね、あ、18のネイマール持ってなかったんで、まあ、このチャンピオンズリーグのイベントにもね、かなり効率的にためやすくもなりますし、今後のためにも取っておきたいですね。今ね、一応イベントがこんな感じですね。スカット評価が 45.9、まあ、この時点でもね結構貯めやすいんですけど、はい、18番ネイマール来たんで1458、まあ、これをね一応あのフィリピンレース入ってるのはね、サイドバック適性がいなかったんで入れてます。イグアインに変えて、でかつね、これネイマールスタメンで、うわ、スカット評価 50.2 ということで、えぐい。メッシ、ネイマール、そしてシルバが一応ベンチにいるんで、で、あとはロナウドとディバラか。はい、ということでね、今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。まあ、今回ネイマールね、当てることができてよかったかなと思います。ウィーレでも本当にトップクラスの強さでしたね。はい、ぜひね、まだチャンネル登録してない方いたら、左上の僕の顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さん、また会いましょう。ネイマールドスカイパイレポー。